わらび餅の番外編。いつもきなことランがわらび餅を後でこっそり食べていますが、どんな風に食べてるかちょっと映像に撮ってみたいと思います。一口大に切ったお、本当は先にランちゃんにあげたかったんですけど、きなこが先に食べて自分の寝床に持っていきました。はい、ランちゃん。ランちゃん、お味は？え、きなちゃんも食べたの？隠してるんでしょ。隠してる。きなこは美味しいものがあると隠すので。隠して。あそこに1個あるんじゃん。いや、ないないない。食べたのか。ランきなこ的にはわらび餅グー美味しかったそうです、尻尾振って。ランちゃんも尻尾を美味しかった、振って美味しかった、尻尾を立ててくれました。あ、何だ、何しろ石神井公園のわらび餅美味しかったそうです。